新しい GR カローラは富士スピードウェイで徹底的に磨き上げました。乗った時にただものじゃないというのを感じる動力性能。人と車は最初の動き出す瞬間にシンクロできるかどうかみたいなところが大きくポイントになってくると感じています。GR カローラに搭載されている GRDAT は GR ヤリスで全日本ラリーであったりスーパー耐久で徹底的に磨き上げることでプロドライバーが乗っても遜色のない変速タイミングであったり変速スピード、そういったものを目指して開発されました。この DAT の特徴はプロドライバーが乗ってもマニュアルミッションとラップタイムが変わらない、自分が予測できるタイミングでシフトアップしてくれる。この1コーナーでフルブレーキングすると、本当に高回転をキープしてくれるぐらい、すごくバンバンとグリッピングしてシフトダウンしてくれるんですけど、これは正直自分でマニュアルミッションでヒール&トーしながらグリッピングするよりも上手にやってくれます。100R を走った時っていうのは車はものすごいロールしていきます。その時に内側のリアタイヤをしっかり地面に押さえつけてあげることで地面から離れない、接地感がずっと続くコーナリングができる。具体的に言いますと内輪の接地性の改善に取り組みました。で、当初は内輪の接地性を高めるために内輪側のストロークをしっかりと伸ばすということをトライしてきたんですけども、なかなか成果が得られませんでした。でそこで逆転の発想で内輪の伸びを規制してやってリバウンドスプリングというものをショックアブソーバーにつけてトライをしました。さらにその後の加速では加速時のリアの沈み込みを適正化することでより安定してアクセル操作に対する駆動力の応答性を高めるとともに微妙なコントロールができるようになったことで高速性能の限界性能が高まりました。それによって速いコーナリングスピードが維持できたり安心感を持って車をコントロールできる、そういう車を目指して足回りをやっていった。続いてアドバンコーナーに進入します。ここではヘアピン形状になってますので一旦車速が下がります。エンジン回転も落ちた状態からの再加速で 300R をダンロップに向かってのフル加速になるセクションになります。ここではエンジントルクを370Nから400Nに上げた効果というのをドライバーは体感できます。体に伝わってくる加速の G がすごく一定でずっと続いていく感じがあるので、数字以上に加速が良くなったなっていう風に感じます。ダンロップに向けては高速走行区間になります。ここでは空力冷却が非常に重要になってきます。進化型 GR カローラではフロントマスクを大きく変えました。エンジントルクのアップと DAT の搭載ということでサイドにサブラジエーターを追加してしっかりと冷却するような構造になっております。と同時にですね、空力を意識した設計になっておりまして、より車が安定するような空力設計になっております。富士スピードウェイのセクター3のコーナーに関してはややプッシュアンダーステアっていうアクセルを踏みながら曲がっていくところでアンダーステアが出やすいっていう特徴は持ってました。コーナーの進入でオーバーステアは出てほしくない、でもコーナーの真ん中では曲がってほしい、そしてコーナーの出口ではトラクションが欲しい、この3つをどう高次元でバランスするか。従来50対50だったトラックモードを前後配分を可変にするモードに変更しております。これによって 4WD が苦手としていたタイトコーナーに対してもしっかりとライントレースできるような改良が施されております。カローラは世界中の多くのお客様に愛されている車であります。この車を購入された方が決して皆さんサーキットを走るわけではないと思うんですけど、やっぱりサーキットを走った時にそれだけの限界性能を持って走れるその野性味を楽しんでもらいたいなと。モータースポーツを起点にしたもっといい車作りに終わりはない。
どん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 もっともっと良くしていく旅を続けること以外ないと思ってますので、皆様も一緒の GR カローラの物語作りに参加いただきたいです。